バージル・グリフィスバージル・グリフィスはアメリカ合衆国のアラバマ州出身のハッカーである。検索サービス、ウィカスキャナーの開発者。シンガポール在住。バージル・グリフィスは1983年にアメリカのアラバマ州で生まれた。両親は共に医者である。アラバマ・スクール・オブ・マスマティクス・アンド・サイエンスを2002年に卒業し、アラバマ大学に入学した。専攻は認知科学だった。 一度2004年にインディアナ大学に転入したこともあるがまたアラバマ大学に戻り2007年8月に優秀な成績で卒業した。現在彼はカリフォルニア工科大学の大学院生である。2007年8月14日、グリフィスはウィキペディアにおけるヒログインユーザーの編集がどの企業や団体に属するものかを探り出すことのできるツール、ウィカスキャナーを開発した。 イーサリアム財団に所属する研究員の立場で2019年4月北朝鮮に渡航し平壌で仮想通貨やその機関技術であるブロックチェーンに関する講演を行った。これが対北朝鮮経済制裁決議違反とされ同年11月米ロサンゼルス国際空港で逮捕、起訴された。本件の行為については公開情報をプレゼンしただけという用語の声がある。 ありがとうございます。